10月21日午前中の取引がありました。日経平均株価は先週末に比べて62円と66銭高い 22,555 円34銭でした。こじっかりです。トピックスも先週末に比べ 7.74 ポイント高の 1629.73 でした。東証マザーズ指数、こちらもこじっかりといったところでしょうか。先週末に比べ 3.16 ポイント 0.4% 高。日経ジャスダック平均も12円44銭 0.4% 高でした。東京市場は4指数ともプラスで引けています。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均株価先週窓を開けて一気に2万2000円の節目、2万2500円ですね。1個目の窓で2万2000円、2個目の窓で2万2500円あたりに突っかけてその水準を維持しています。今日も62円高ですから、午前中の段階ではどちらかといえば買い物が先行しています。ただ東京市場は昨日までが土日で休み、そして明日も祭日でお休みということ、祝日でお休みということで、今日は休みの谷間ということになります。積極的に買い上がる向きはあまり出ていません。それでもしっかり62円高でした。こうした中で、特段買われているセクター、売られているセクターというところで鮮明な色分けができるほどではありませんが、今日の午前中の段階で上昇率がトップだったセクターは証券セクターであります。例えば8604野村ホールディングスですね。こちら一旦高いところを試した後数日押して、再び買い物が入ると。こちらがここの高値を今日抜くとちょうど綺麗な N 字型が構成されて、押し目だったということになるんですが、さすがに今日は休日前ですから、一気に直近の高値を抜くには至っていません。それでも今日は比較的大きめの陽線を立てて買われています。490円20銭ということで、今日は証券セクターが全体的に堅調な動きを見せました。一方で一番売られていたセクターが海運セクターであります。9107川崎汽船のチャートです。セクターとして弱い、売られていたといっても直近の株価の水準を大きく崩すほどではありませんね。先週あたりに開けた窓というのを今日は下方向に埋める動きには至っていません。窓を維持したままこの高いところの揉み合いで少し売られている程度といった格好であります。午前中の段階では1510円ということで、川崎汽船を含む海運セクターが今日はやや弱い動きとなっています。今日の東京市場全体的には買い物が先行しています。ただ明日休日祭日ということもあって、なかなか積極的に上値を追うような動きは午前中は見られませんでした。日経平均は62円高 0.3% の上昇で全引きを迎えています。以上、東証アローズからお伝えしました。